この雄大な霧島連山は昭和9年に霧島国立公園として日本で最初の国立公園に指定され、平成24年に霧島錦江湾国立公園として生まれ変わりました。大小23の火山からなり、最高峰は中央より少し左側に見えている一番大きなお山、函谷岳と書くからくり岳です。標高は1700メートルあります。実際に函谷は見えませんが、頂上から函谷が見えるほど高いという意味でこのような字を書くそうです。続いて天孫降臨説で知られている高千穂の峰や生駒高原などが代表的です。手前の平野で流れている仙台川はこの列車と同じように熊本県、宮崎県、鹿児島県と3県をまたいでおり、東シナ海へと続いています。そしてとても視界の良い日には霧島連山の右裾、山と山がくぼんだ奥のあたりに隣の鹿児島のシンボル桜島がご覧になれます。今日はあいにく霞が強く、桜島は顔を出していないようです。皆様、車窓をお楽しみいただけましたでしょうか。名残惜しいところではありますが、次は岩手県で最も標高の高い矢岳駅へ向け出発いたします。これからトンネルに入りますので、窓を開けた方はお閉めください。
絶える軍事団があり、この区間を最後に走っていたレボンチューンが保存されています。それでは皆様、列車まもなく矢滝駅に到着いたします。矢滝駅では12時32分の発車で約7分間停車がございます。お乗り遅れのないようご注意ください。矢滝駅駅舎左奥には SL 会館があり、この視察線を最後まで走行していた本物の SL デゴイチが保管されています。実際に運転席まで登ることもできますので、どうぞご覧ください。発車時刻は12時32分です。お乗り遅れのないようご注意ください。